ブライテンフェルトの戦いにおけるグスタフ・アドルフ、ブライテンフェルトの戦いとは、30年戦争中の1631年9月17日に、ドイツのライプツヒ北方のブライテンフェルト郊外で起きた、戦い。グスタフ二世やドルフ率いるスウェーデン軍及び、ドイツプロテスタント諸公の連合軍と、ティリーハク率いる新生ローマ帝国軍が交戦し、スウェーデン軍が勝利した。 1631年5月20日に起こった新生ローマ皇帝軍のマクデブルク号奪はドイツ内外から激しい批判にさらされティリーハクの名声は失墜した。それまで日和みだったザクセン選定公、ヨハンゲオルク一世、ブランデンブルク選定公、ゲオルクビルヘルムがグスタフ二世やドルフと同盟を結んだ。それどころかカトリックの主軍でありティリーハクの主君である。 バイエルン・コーマクシメリアン一世が秘密裏にフランス王国と協定を結ぶ。ティリーハクは孤立し、補給を求めて春巡する。結局ティリーハクはザクセンに進撃し、9月にライプツヒを占領する。対するスウェーデン軍はザクセン戦抵抗軍と合流し、ライプツヒへ向かった。ティリー博は牢場戦を考えていたが、彼の副官、 パッペンハイムが独断で進撃に出る。やむなく、ティリー博もパッペンハイムの後に出陣した。9月17日早朝9時、両者は、小村ブライテンフェルト郊外で退治した。ティリー博率いる皇帝軍は約3万3000人、グスタフ二世やドルフ率いるスウェーデンとザクセンの連合軍は約4万人であった。両軍およそ8万の大会戦である。 この戦いの夫人は両者で全く異なっていた。ティリー博率いる皇帝軍はテルシオと呼ばれる伝統的な体系を取った。対するスウェーデン作戦連合軍は旅団を中心とした機動力に優れた夫人を取った。しかも下記の活用に重点を置いた。重兵の機動力はティリー博の通常の3倍であり、そして最も重要なことは野戦に大砲を用いたことである。 皇帝軍にも大砲はあったが、わずか三十六門。スウェーデン軍は百門を擁していた。グスタフ二世位、アドルフの軍事は、全く皇帝軍のそれとは違っていたのである。戦闘は砲撃戦によって始まった。スウェーデン軍の守りは固く、皇帝軍は、ザクセン軍に集中攻撃を浴びせた。ザクセン軍はもろくも壊滅し、ザクセン公共、後方に逃亡した。 皇帝軍はその勢いでスウェーデン軍に攻撃を仕掛けたが全くスウェーデン軍に動揺は見られなかった。グスタフ2世やドルフは戦闘体系を臨機応変に対応させ隙を作らせなかった。一方的な皇帝軍の攻撃にもかかわらずスウェーデン軍に損害は出ず火力に勝るスウェーデン軍が逆に押し返し始めるのである。この頃になると皇帝軍には 逃亡兵が相次いでいた。ティリー博の副官、パッペンハイムは、戦局が悪くなると逃亡し、ティリー博自身も重傷を負い、撤退兵に守られながら、かろうじて逃亡に成功した。しかし、皇帝軍の残兵はわずか6000人。この大敗にライプツヒまで放棄せざるを得なくなった。皇帝軍の戦死者は12000人、捕虜7000人にも及び、 残されたものはすべてスウェーデン軍に接収された。対する連合軍の戦死者は、スウェーデン軍の1500人、ザクセン軍の3000人であった。戦闘は夕刻までに終了し、およそ7時間であった。この戦いは、プロテスタントにとって、初めての勝利であった。心理的にも、その影響は多大であった。ザクセン公国の首都ドレスデンでは、9月17日を、 感謝祭に指定し、長らく祝日とされたのである。グスタフ二世やドルフは、プロテスタント勢力の英雄となったのである。なお、ブライテンフェルトの戦いは、1642年11月2日にも、行われている。この時はすでに、グスタフ二世やドルフはいなかった。しかし彼の忠実な部下だった、トルシュテンソン将軍によって、皇帝軍に勝利を収めている。 この戦いは第二次ブライテンフェルトの戦いと呼ばれている。ブライテンフェルトの戦いは1631年9月17日、ライプツヒの北4マイルにある平らでほとんど起伏のないサクソン平原で行われた。歴史的に見て、この戦いはスペイン型の戦術と最初の近代的軍隊との初めての大きな衝突であった。ありがとうございます。